日で、関係前で毎月1回私たちやってるんですが、そこにもよく来てくださっていてですね、ちょっと人間じゃないんです。ポストマンって言うんです。ポストマンなんですけど人間じゃないんです。すいません、ポストマンさん、ちょっと頑張って急いで来てください。はい、はい、皆さんこんばんは。私たちは郵便局で働く仲間たちが作った郵政産業労働者ユニオン、郵政ユニオンのポスマンです。はい、私たちユニオンがですね、なぜ TPP に反対するのか、これは皆さんと同じです。日本のですね、どんな田舎でもまたは東京でもまともに生きたいからなんです。TPP はどういう協定でしょう。一握りの大企業による大企業のための協定です。ですから国有郵便局は国有企業に相当しますが、国有企業は締約国の国の利害を妨げてはならないと規定しております。でもおかしいですよね。郵便局でもですね、各地の病院でも、または鉄道でも、これはその国の状況に応じて、またその国民が必要とするからこういう形をとってます。利益を第一にするということは、儲からないところを潰しても構わないということなんですね。その後どうなります。田舎のちっちゃな診療所は閉鎖されますよね。ちっちゃい郵便局は儲からないからといって閉鎖されてしまいます。これではまともに生きることはできません。ですから反対します。さあ皆さん見てください。本当にね、怒るしかないんですね。まるで自民党、なんて言いましたね、TPP に参加しないということで政権を勝ち取ったわけでしょ。ね、参加したのはまるっきり手のひら返しですよね。政権を守ると言いながら、これだって守れてないじゃないですか。安倍さんはですね、聖域の7割は守れたなんてことを言いますけれども、例えば私たちが10個ケーキの入っている小包をですね、どっかで落として7個にしてしまったと、そんなことになったらひどい問題になりますよ。それをイケシャーシャーと言えるやつにこの国の未来を任せておくことはできません。私たちが作るんです。郵政ユニオンはここに皆さんといられることを誇りに思っております。共に歩を進めていきましょう。はい、ポストマンさんありがとうございました。それではですね